コロラド褐色食班の研究に勤しむ GV ブラックグリーンバーディーマンブラックはアメリカの司会士。現代私学創設者の一人。1836年入りのイリノイ州のウィンチェスターにて父ウィリアム母,母メアリー・ブラックの子として誕生。人生の早期は農場にて過ごし自然界へ興味を持つようになった。17歳までに兄トマス・ G ・ブラックの元で医学を学び始めた。 1857年、J.C. シュペールと出会い、歯科臨床を学んだ。南北戦争に偵察隊として参加した後、イリノイ州のジャクソンビルに転居する。それが、歯学の発展における、ブラックの経歴と研究の始まりであった。現代歯科医学の父と呼ばれている。鹿用はマルガムの最適な配合や歯のフッ素症の原因といった。 歯科における重要な課題をブラックは研究した。ブラックの発明の一つに足踏み式歯科用ドリルがある。また無痛抜歯のために初めて正規を利用した。さらに歯科重点のための歯の形成の最適な方法を外接した稼働形成の原則でも知られている。なお、ブラックの提案した予防拡大という言葉は歯科界では今でも有名である。 これは原存の右色より広範囲の溝やかを、含む稼働を形成することによって、それらの溝やかが将来右色になることを予防すべきだというものである。さらに、彼は右色の様々な種類を5つの分類に体系づけた。これは現在でも、ただ一つの分類が付け加えられたのみで、現在も利用されている。1896年、学生に対して、 諸君の時代には治療することよりもおそらくは予防医学の時代が来るであろう。右職の病院学と病理学を十分研究した時には系統的な薬物の合用によって右職症を退治することができるようになるであろうと予言していたという。また、繁盛場の原因が復活物であることの発見、足踏み式ドリルの開発。 世界初のアサンカ窒素を利用したマスイカでのバシオといった現代シカの基本を作り上げた業績も知られている。GV ブラックはノースウェスタン大学歯学部の初大学部長でもある。そこには2001年の同大学歯学部閉鎖まで彼のポートレートが飾られていた。彼の彫像はシカゴのリンカーン広場にある。1995年、彼は ピエール・フォシャール・アカデミーに、現代史学の父として建てつられた。AB、インフォグラフィックで知る、GV ブラック 1D 史家ニュース。1D2020 年8月3日閲覧。石井拓夫、渋谷港、西巻昭彦執筆、第9章史科医学に貢献した発見、発明、スタンダード史科医学史学立書院、2009年、52ページ。 I S B N 九百七十八から四から七六二四ゼロ六七一三ドクター G V ブラック P F ホールオブフェームありがとうございます。